Hey guys, welcome back to Blue Reflection. Now we're gonna turn this into the two girls. No. You shut the heck up. Okay, I like this outfit for him because his regular clothes make him too fat. Yep, another one happens. So all these monsters love attacking that school field, don't they? Oh, it's you again. Been a while, huh, buddy? Yeah, she's worried about you two disappearing. Okay, we finally hit level 15 on 50. Here we go, there's that trophy, level 50. Come on, girl, get your head in the game. Oops! Dang it! Oh, let's play. Link, Kano, decide. Right, Allie. よいしょ。
Don't move back there! Yeah, him in the face! これを使う。This dude got like three voices. One sounds like another one. It's like a baby crying or something each time one talks. まだ戦いは始まったばかりよ。みんな気をつけるよ。そうね、まだまだこれからだよ。いっちゃえ。エーテルに気をつけてね。結構効いてきたんじゃない。除去よ。オーバードライブできるわよ。大したことないわね。今よ、リンクしましょう。Open those arms. Onegai ne. Onegai ne. Hasa. Ishuni to.Oh my god, I love that attack so much. これを使う。あたいに任せな。おりゃあ、私も手伝うわ。行くわよ。Yeah, I like my tentacle catch out. Come close and get your butt kicked. Where is it that sound? Your voice section. So, ここからが正念場だ。まだ戦いは始まったばかりよ。オーバードライブのチャンスよ。オーバードライブのチャンスだよ。
How many times I gotta get hit? Oh no. Ooh, that 9,000. This is not time to pull in Chiro from Tokyo Mew Mew. アニメくらいしか見なくって、ドラマもあんまり見ないね。アニメってどんなのを見るの？ライムはね、少女漫画系のが好きなんだよ。あとキャラクターものもよく見てたよね。目をうるうるさせながら。Really? あ、そっか、ライムはそういう可愛いのが好きなんだ。うん、似合わないかな。そんなことないよ。女の子らしくてライムにぴったりだと思う。そうかな。うん。実はね、アクションとかバトルもののアニメとかが好き。友情、努力、勝利、血湧き、肉踊るよ。 Cause probably everybody else is just like, let me skim through this game. 期待を裏切らないね。 It's very rare cause you're one of the first ones to get it. あ、もう始まっちゃう。ひなちゃん、ライム、早く中に入ろう。うん。ネリキン生態プニレンジャー、楽しみだな。そうだね。夏って本当に暑いから嫌。昔より絶対温暖化進んでる気がする。確かにそうだね。でも私は練習で室内のことが多かったからよく知らないだけかも。ゆずも暑いのは苦手。溶けちゃいそう。ちょっとユズ、頭から湯気が出てるよ。こう暑いと溶けて蒸発してなくなっちゃうかも。ユズには冷たいもの分が不足しているよ。ユズ、こう見えて意外とインドア派だから。
だったらパフェでも食べに行く。パフェ行く行く行く、早く行こう。即答だね。ユズ、現金。いくらでも食べられちゃうよ。ひなちゃんの美味しそうだね。取り替えっこする？うん、するする。あ、こら、慌てなくてもちゃんとあげるから。へへ。もう、ゆずったら。ひなちゃん、ライムのやつも食べてみて。うん、ありがとう。お、ほんとだ、おいしい。ひなちゃんのも、もらっていい？うん、どうぞ。あ、おいしい。Oh, yeah, it's like strawberry and strawberry pie would be my favorite too, but chocolate.ストロベリー味だよ。あ、ライム、ちょっと動かないで。え？ほっぺたにクリームがついてたよ。子供みたい。あ、ライム顔が真っ赤。Cause she always called you the little kid.一日中歩き回ったもんね。もうぐったぐただよ。けどなんか久しぶりにすっきりした気がする。よかった、ひなちゃんが笑顔になって。もしかしてそのために。ひなちゃんに少しでも元気を取り戻してほしくて。あと、ただ一緒に遊びたかったっていうのもあるけどね。ユズ、ライム。ライムたちだって本当は消えたくないよ。消えるのもみんなのひなちゃんの記憶から消えてしまうのは怖い。でも本当は死んじゃってるし、むしろこうしてひなちゃんと一緒にいられる今が奇跡なの。だからその奇跡を大切にしたい。笑顔の思い出にしたいよ。たとえ記憶は消えるんだとしても、今という瞬間のきらめきは心に刻み込まれるもの。だからこの時間を大切にしたい。ユズ、ライム。それにね、世界を人知れず守った魔法少女ってかっこいいでしょ。もちろん誰も覚えてくれないのは寂しいと思う。でもだからこそ効率的に行くべきだとも思ってきた。だからライムはみんなの感情を利用してきた。そこに後悔はない。でもだんだん輝きを取り戻していくひなちゃんを見るのがとても嬉しかった。その輝きをひなちゃんの中から消したくない。ライム、それにたくさん友達もできたし、今のひなちゃんならもう大丈夫。ユズたちがいなくてもきっとちゃんとやっていけるよ。ユズ、
きっとあの現象はまたすぐやってくる。だから最後にひなちゃんと遊んでおきたかったの。たとえ忘れられちゃうとしても、もう後悔はしたくなかったから。ありがとうひなちゃん。これでもう思い残すことはないよ。だからお願いひなちゃん、世界をみんなを守ってあげて。うん、それが私たちのゆずとライムの願いだよ。でも私は。また明日ね。バイバイひなちゃん。私はどうしたら。なあ、元気出しなよ。キュウ。一人で悩んでるんじゃないよ。あたいらだってついてるんだから。うん。あのさ、話してみるだけで楽になることもあると思うよ。だから、さ、何か話したくなったら、言ってくれよな。ありがとう。このままここにいてもしょうがないか。何かするかな。Music changes. All the girls are in their things. Oh, everybody's in their school uniforms. Hinako-chan, どうするか決めた？まだ。私、どうすれば。私は、ゆずちゃんとライムちゃんの言うこと、だって、二人ともずっと悩んで決めたことだと思うから。だったらそのお願いは聞いてあげたい。二人ともそれが自分たちの、ううん、みんなのためだと思って決めたんだと思うから。リカ、だけど最後に決めるのはひなこちゃんだよ。
きっとそれを望んでゆずちゃんとライムちゃんは打ち明けたんだと思うから、ひなこちゃんに自分たちの気持ちを分かってほしくて、自分たちの気持ちを分かってもらった上でひなこちゃんに決めてほしくて。まだ時間はあるみたいだし、少し考えてみて。いつでも相談に乗るから。うん、ありがとう。It's really good. She's one of the last few that come in, so she's down here. Changes equip skill. Oh crap. Who? What was it, Garrett? Game. Video game. どうしたの？私、ユズさんとライムさん消えちゃうって聞いて、これはお守り、私にできるの？これ、ちひろ、ありがとう。ひなこさんも自分のしたいように、それがみんなの願いだと思うから。What up? I should give her the rank up. Which one is it? They're all allies. There we go. And then I might give you back. Yeah, who was that? There it is.Oh yeah, who's the new one? Yeah, don't give up, main character.ついてないの？うん、なんで笑うの？ごめんごめん、最初に会った時とは立場が逆だと思っておかしくなっちゃって。
最初って凛の告白の相談のこと？うん、あの時ひな子は私に言ったよね。まずは動き出さなきゃ何も変わらないって。うん、今回のこともきっと同じだよ。まずは動いてみること、いろんな人に話を聞いてみて考えること、そうすればそのうち答えは出ると思うよ。リン、ほらもっとみんなと話してきて。それがきっときな子のためだよ。うん、ありがとう。Thank you. Let's go to another front gate. Shut up, Shruta. Oh, what are dress Lee's got on? So cute. Alright, basically all her shit's cute though. Kita na? Nie kiranai na. Nanka.昔の白井に戻ったみたいだ。え？初めて喋った時は今みたいに自分を何一つ信じられないって顔してネガティブな空気だった。最近は全然違ってたけど。それはそうかも。ユズとライムのおかげで私は変われたんだと思う。リフレクターになって、みんなのフラグメントに接して、バレエを通してでなくても人とも関われるようになったけど、二人がいなくなったらまた私は。それは違うんじゃないか。リフレクターとかフラグメントとか、ユズキとライムのおかげで変われた部分もあると思う。だけどそれは白井自身が頑張ったからだろ。もっと自分を信じなよ。ユズキとライムが信じてくれた自分のことをさ、その上で決めるといいさ。白井があの二人のためにできるのは何かをね。うん、そうだね。ありがとう、ケイ。She put like head to the ear.悩んでるわけ？どうしたらいいのかわからないよ。検証を倒したら世界は救われるのかもしれないけど、ユズとライムはいなくなっちゃって、その記憶もなくなる。怖いの。二人がいなくなるのも記憶をなくすのも全てがなかったことになるのが。それは違うんじゃない？え？確かに記憶はなくなるのかもしれない。ひな子のリフレクターとしての記憶も、私たちの思い出も。でも今なら未来を信じられるはず。こうして分かり合えて、バレエがなくても輝けると分かったはず。ユズとライムのおかげで
未来を信じられる。そろそろ。私は信じてるわ。記憶がなくなっても、私たちはこうしてまた仲良くなれる。そしてひな子も今みたいに輝ける。えと決めるのはひな子。私たちはそれに従う。けど後悔しないようにね。うん、ありがとう、サラさん。Oh, that's what he does. Wishmon looks like he, like, he did something to his nose and threw it down or something. Was it him? I don't know. Now I see what he threw. そんなのってないよね。ちょっと私、ユズちゃんとライムちゃんを探してくる。え、急にどうしたの？最後の戦いなんでしょ？だったらせめてこの間以上に可愛くしてあげたいから。髪をバッチリ決めて、メイクもして、すっごく可愛いコーディネートをして、女子で。しおり、これが私にできることだから。ひな子ちゃん、あなたがあの二人にできることは何？後悔しないようにね。私にできること。まだ決めきれてないの？うん。私は少しわかるよ、ひな子の気持ち。リカから陸上に誘われた時に。少し似てる。相手が自分のことを考えてくれてて、きっとそっちの方がいいって分かってても、自分に自信が持ててない。本当にそうする意味があるのか、自分にそこまでの価値があるのか。けどこっちにはこっちの都合ってものがあるっての。理屈ではそうだって分かってても、そうするのがいいって分かってても、できないことだってあるじゃん。感情が必ずしもそれについてこないこともあるっていうかさ。だから私はこのまま原種にとどめを刺さないってのもありだと思ってる。けど、ひな子はそう思ってないんでしょ？え？そうじゃなかったら、今の私の発言に驚かないと思う。ひな子は、自分のやるべきことを分かってるんでしょ？ただ、それがしんどすぎる選択だから、戸惑ってるだけなんじゃないの？私から言えるのは一つだけ。後悔しないようにね。うん。ゆずちゃんもライムちゃんも消えちゃうなんて。
サナエ。それに、ひなこちゃんともせっかくお友達になれたのに、その記憶も消えちゃう。私にも分かんないよ。ごめんなさい。ひなこちゃんの方がずっと辛いはずなのに。ううん、そんなことない。悲しいものは悲しいんだからしょうがないよ。ひなこちゃん、私絶対またひなこちゃんとお友達になる。え、たとえ記憶をなくしたとしても、絶対ひなこちゃんとお友達になる。ゆずちゃんとライムちゃんのことも絶対に忘れない。一体どうやって？わからない。でも絶対に忘れない。そうなるように祈ってる。 You're your mom. 今の私にできることは、その絵。ひなこちゃん、もし私にお手伝いできることがあったら言って。私頑張るから。うん、ありがとう。自分にできることか。今の私にできることは。What? What? Are you Popo passing down there? Stupid man. になったね。うん、多分何かしてもいろいろと改変されちゃうんだろうし、何かいい方法ないかな。方法？そう、現象を倒した後記憶を取り戻す方法。だって最後の原子がいなくなったら全部今までのことを忘れちゃうんでしょ。そんなの嫌じゃん。だから思い出す方法を考えてるの。忘れないようにする方法じゃなくて。そっちはどうしようもない気がするんだよね。倒したタイミングで消されるって明言されてるわけだし。なら椅子を忘れちゃう前提で考えた方がいいのかなって。アコらしいね。そう？でもそういうの前向きでいいと思う。白井ちゃん安心して。ジャーナリスト魂にかけて私は記憶をなくしてもこの真実を語り継いでみせるから。アコ、
It's just a hiccup. Put your headphones back on. Yeah, put your headphones back on. See what Fu has to say. She likes sticking out loud. That's what I like about her character. Daijoubu? Akiraka ni tsuyogari yawarechatta wa. Kore miyogashi ni nayanderu fuu na no ni chou hekonderu no ni. Kedo honnin wa kakushiteru tsumori darou kara shiteki shicha dame da yo ne.なんて気遣いできる私、マジイケジョ。ほら、元気出して、ね。漏れてる上に、最後の発言もド直球だね。うん、けど、ありがとう。少し元気が出たよ。それは…素直に喜んでいいのか困る反応なんだけど、でもそうね、白井さんはそのくらいまっすぐ考えた方がいいと思う。え、ゆずさんとライムさんが原始を倒したいと願ってるなら、それを叶えるのが一番二人のためだと思うの。それはもう一度考えたらいいんじゃない。きっと答えは出てる気がするし。おっ、 the two on the left. Oh, both on the rooftop.すまなかった。え、いきなり何。ユズキとライムのことだ。元はといえば、私が二人を追い詰めてしまったのが原因かもしれない。マオの一件の時、私が黙っていれば二人は真相を語らずに済み、我々は気づかぬうちに危機を切り抜けていたのかもしれない。そうすれば君もこんなに苦しまなくて済んだのかも。そう思うとな。それは違うよ、うん、確かに真実を知っちゃったことは苦しいよ。でもきっと何も知らなかったら後悔すると思う。だがそのことすら忘れてしまうのだろう。だとしてもだよ、たとえ忘れるのだとしても、事情を知らなかったら二人の本当の思いを聞こうとも思わなかった。なんで黙っていたのか、どういうつもりだったのか、もしかしたら何かの奇跡で記憶が戻るかもしれない。Everybody walks away from her. It's a little freaking hilarious to me. No, no. Yeah. 表情が暗いので心配していたが、大丈夫そうだと思ってね。多分君は自分の中で導いた答えに気づいていないだけだ。え？あとは決断につながる最後の一押しさえあれば、君。まあ、じっくり考えるといい。と言っても残された時間はそう多くなさそうだがね。ユリ、うん、ありがとう。Got these girls' fragments. Okay, last but not least, my girl. Well, both Yuri and her are my girls. And she.こんなところで何をしているのよ。
魔王。何を悩む必要があるわけ？負けたら死ぬんだから勝つしかないでしょ。あなたが負けるとこっちまで死ぬことになるの分かってるわけ？分かってるよ。じゃあその力を私によこしなさい。そうしたら私が代わりに戦ってあげる。まああの二人は消えちゃうだろうけど。いえ、いっそ先にあの二人がいなくなっちゃった方が戦う覚悟が決まるかしら。マオ、なんてこと言うの。二人が、ユズとライムがどんな思いで。それを今のあなたが言うの？原種と戦っても倒せない、仲間に勇気づけられても心を決められない。うん、そんなあなたがあの二人の思いとやらを考えているって言えるのかしら。それは仮にこのままずっとあの原種を倒さずにいたとしましょう。そうだよ。そうすれば二人ともずっと幻の中で生きるの？それが現実じゃないと分かっていながら。それにそうこうしているうちに私たち以外の人間が滅ぼされたらどうするの？全世界の人間が原種のせいでおかしくなったら？そんな状態のまま世界を維持できると思っているの？やめて！分かってる！そんなのは分かってる。分かっているならちゃんと前を向きなさい！Oh. Big clap! A standing ovation for Moi here. The only one willing to tell her to buck up and shut up and move forward. みんなの思いを信じてるって。今のあなたはどうなのかしらね。それは。いつまで甘ったれてる気？ Oh, they did. I did save the best for last. もう今残された選択肢は2つ。あなたが原種を倒してあの2人の希望を叶えるか、原種に殺されて絶望の中で死ぬかのどっちかなのよ。選びなさい。それがあなたの。She's the best. I knew she was gonna be blunt with her. I was like, yes, someone who's not trying to be like, ooh, ooh, ooh. They're more powerful than ever, bitch. Yuzu, Lime! Ara.二人だけで戦うつもりかしら。そりゃそうよね。大切なあなたを守りたいんだから。あなたはどうするの？私は…そんなの…決まってる。二人はいつだって私のために動いてた。そして今も私を、みんなを、この世界を守るために戦おうとしてる。自分たちの命をかけて。なら、私が二人のためにできることは。まったく、世話の焼ける。今回だけよ。
probably like, damn, I had to yell at your punk butt. Okay, guys, I'm gonna stop here. I'm gonna level them up and level up the, put them some fragments on there. And we'll return to the last boss. Well, this looks like it will.